ウィネベーゴのキャンピングカー紹介です。大きなキャンピングカーを覗かせてもらいます。うわ、すごい。すいません、お邪魔します。はい、どうぞ。ホテルですね。そうですね。うわ、すごいな。あ、こんな感じなんだ。テレビとか電子レンジとかもついてます。冷蔵庫みたい。うわ、すごい。あとここにちょっと車のエアコンだとあんまり効かなかったので、後付けでエアコンを。すごっ。もうキン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 ですね。はい、広え。でこれもなんかちょっとリビングみたいになるんですか。そうですね、ここがあのテーブル今閉まってやって寝るようになってるんですけど、テーブルが全部立って、ここのクッションも全部取れるので、じゃあちょっとここでご飯食べてみたいな。対面の椅子になってて、テーブルが上がってくる。でもここはもう面か、ここが面なんだ。すっごい前も長いよね。部屋が、はい、広がります。あ、よくそういうあの YouTube では見たことがあります。え、広がるんですか。あ、どこが拾ってんの。あ、本当だ、ここが広がってる。あ、すごい。横に車とかがないように気をつけて。ああ、はい。で、居住スペースが広くなるんだ。すげえ。動いてない時はここで部屋を切って。最高じゃん、ここ。うちより広いじゃん。え、これしかもすごいちゃんとしたクローゼットですよね。すごい。これ外、あ、これトイレで。ここが出てきたの。そうそうそう。でも冷蔵庫もすっごい。ここ広ければベッドでかくなるってこと。いや、中央だけ。6はかかってるのかな。そしてテーブルか。そうです。ここが素人運転したら、もうこれマイクロバスですよね。マイクロバスより多分難しいと思うよこれ。ノーズがない。あ、ごめんごめん、すいません、ありがとうございます。これあの普通車で乗れるんですよ。だ8ナンバー取っちゃってるから普通免許で乗れちゃうんですよ。運転席いいですか。すいません、皆さんは運転席が興味あるんですね。私はすごい、ここちゃんとなんかレンジもあって本当恐ろしいよ。まあ、これでも移動、もう家として住めるの。家でも、まあ、前は分かりやすいっちゃ分かりやすいけど。おー、すごい。ちょっと座ってみます。でしかもこれ伸びますね。日本の道路じゃ運転したくないな。したくないですね、これ ね、 ね、これはアメリカでドーンとずっと広い道走って、現地でのんびりっていうのがあって、うん、おー、すごいふっかふか。これで寝たらすごい最高ですね。これ自体がふっかふかだもん。本当だ。でテーブルを落として、これのクッションも外して、ここに並べてってやると、さっきみたいなベッドに。ああ、物入れがすごいいろんなところに。何かあったらこれで逃げれますね。取らないもんね。あとは、まあ、あのタンクを積んでるんですけど、排水トイレとシャワーの排水とかと給水用のタンクと。あ、ちゃんとここは隠れるようにはなるんですね。カメラついてるんですね。あっちに映る。こっちにも映ります。バックするときに後ろを映したりとか。ウィンカー出したりとか。こんな風に出てました。お、戻ります。戻ります。